はい、今回はこれですね。これも320円ぐらいだったかな。まあ安かったんですが、珍しいやつですね。マラソン先導車コレクションというのがありまして、まあそれの中で販売されたオリジナルのものですね。でこういう風になっていて、こうやってパラボラアンテナみたいなのがあってね、でこうやってパーッと閉まるやつです。でこのキャンターのトミカテレビっていうねもので、まあ、なかなかこういった点のものって、ね、まあ、発売されてる当初は、いつでも買えるかなって感じになって売ってますよね。ところがこういったものって きちんとですね、販売契約ってのがあるんですね。ですから、ね、なんか他の人だと絶版になってほしくないトミカですとかって言ってる子供いるんだけど、残念でした。ね、通常品でもギフトものでも、ね、限定品ももちろんそうですが、発売をされるということは契約というのがあるんですね。何年から何年の間に販売しますっていう約束があるわけです。ですからその約束を破るわけにはいかないので、ね、だってほらその約束がないとどうなるかって言ったら、そういう約束がなかったらいつまでもずっと同じ商品が販売され続けて新しい商品開発ができないんですよね。新しい商品作りたいなと思っても作って売りようっていうことができないから、だから次の商品が待ってるから、次の商品を作るためにも何月から何年から何年みたいな感じで契約、まあ要は約束がありまして、でその約束の中に売りますっていうのがあるんですよ。ね、だからそういった、だからこういったことは絶版になってほしくないですっていう人がいても、はい残念でしたと、無理ですと、ね、初めから無理です、初めから無理なものにそんなことを、メーカー側に言っても困るわけですからね。メーカー側に言ってもそれは困るので、それはそういう風になってるわけですから仕方ないですね。でこれはトミカのテレビというやつで、まあこういう風になっています。だから最近の子供はちょっと残念なんだな、そういうこともちょっと分かんなくなってきちゃったのかなっていう、すごい衝撃と同時にちょっと残念だなっていうのがあってね、絶版にならないでほしいですとか言う人いたから、ね、それは私の動画じゃなくて他の人の動画ね、何を言ってるんだろうこの子はと思うんですけど、ちょっと意味不明だったので、ね、多分今これいろんなメディカが多分高騰してるからね、だからもう絶版になったら高騰、もうこれ高い高い言うけど、これしょうがないんですよ。まあ中には大人になった人らも、これこの前安く売ってたのにね、なんでなくなるんだろう、高いねとかって言うてるけど、これしょうがないんですよ。やっぱりどんなトミカでも今の時代スマホが普及したことによって、売り下げでこう値段が上がるような仕組みになってるから、もうこれは避けようがないんです。だからもうそれは仕方ないんです。だその中でリサイクルショップが安く100円だよとか320円だよとかって売ってるのは、もうそれはラッキーな話であって、基本的には値段が上がっちゃうんです。で値段が上がればリサイクルショップも、まあ、そこに対して、あ今こんな値段で売ってるんだねっていうのが分かってしまえば、いきなりその値段で売っちゃうわけよ。だからそういうふうになってるから、なかなかお安く提供しますっていうのはないわけですね、基本的には。だそういうふうになっちゃってるので、それが現実なんです。だからそういった現実っていうのも、やっぱりこれからの令和の子供はもちろんね、平成の子供もそういったものはもう受け入れていかなきゃいけないんです。ただミニカー好きの子供の中では、なんか大人になっても方もいるみたいなんだけど、そういったものを受け入れたかありませんみたいなおかしな主張する子がいるからそれは残念やなと思うんだよね。それは残念だなと思う、それはめちゃくちゃやと思うから、やっぱそういう風になるものなんですよ。それが価値だから。価値っていうのはそのミニカーの客だとどんなものでもそうだけど、買ってる以上の値段になっちゃうのよ。新品で買いました、新品の値段以上になりました。だからあれは理査店がそれ以下の安い値段で売っちゃう、新品以下の値段で安く売っちゃいましたってのは、あれは異例のことなんですよ。
ああいったことを異例なの、異常なのね、うん、本来は本来の価値っていうのは製造中止になれば高くなっちゃう。例えば300円乗ってたものが500円になっちゃうとか1000円になっちゃうとか、もうこれはしょうがないんですよ、うん、だってそりゃそうでしょ。20年前のもの、30年前のものをあのね、100円で買いたいんです、300円で買いたいんですって言ったけど、それはあんた虫が良すぎねえかって話になっちゃうんだ、ある意味で言っちゃえばね、正直言っちゃえばね、うん、だって今に見かけないやつですよ。今に見かけないものを100円で300円でどうですかっていうのはそれは例外なんですよ、うん、そういったのはダメなのよ、ブブなのよ。だから基本的にはそれ以外の値段になっちゃう。だから今リサイテンがひどいから10円で買い取って安い値段で買い取ってから300円とかで売ってるけど、これが買い取る値段が例えば100円ですよとか300円ですよってなったら、まあもっと高くなっちゃうね。700円とか500円とか1000円とかになっちゃうよね。でも買い取る値段が10円ですよっていう値段で買い取ってるから、だから他のミニカー動画の人たち、大人だろうが子供だろうが集めて動画出してるじゃない。で、ああいう人たちがそう、じゃあそういうリサ店に行って10円で売りますか、嫌ですって断ると思います。うん、あの10円で買い取らさせていただき、10円で買い取るの大好きだからね、ああいう店、10円で買い取らさせていただきますって言われても、あの嫌ですって断ると思います。うん、ね、10円で買い取って、あ、いいですよっていう子供はほとんどいないと思いますよ。あのトミカとかあの出してる子供がいるじゃない。でそういうミジクトミカだけにかけたホットミルとかね、でそういう子供があの10円でどうでしょうかって言われても、嫌です、うん、断るっていう子供が多いと思いますか。そりゃそうですよ。だって買った値段がね、10円で買ったわけじゃないの。買った値段が10円で買ったって言うんだったら話は別かもしれないけど、買った値段がだって300円とか500円とかで買ってきた、中には1000円だと、1000円だって買ってきたんですよ。それがあんた、いや10円でなんて言われたら、あまりにもショックが大きいですよ。リーマンショックどころじゃないですからね。うん、でそうするとそんなの嫌だと思うんで。うん、だから、まあ、基本的に買って集めた。でも、リサイクルショップでは売らないみたいなね。うん、あのね、リサイクルしますんで、ね、あの、お売りくださいとか言って、いくら歌でお売りくださいって歌われても嫌です。ね、もう、断固断る。お売りください、でもそれはお安くお売りくださいは嫌です。やっぱ高く買い取ってくれるならいいよみたいなね、うん、だからあのあれなんですよ。ただそのうち私はリサイクルショップなんかなら滅びてしまえばいいと思うから、私はもうリサイクルショップはリサイクルはそのうち滅びればいいんですよ。あんなのね、だって10円で買い取ってよ、300円とか100円で売ってるね、それだけどうやら利益上げてんだよ。あんなんいらねえよ正直言って、うん、ね、ちゃんとそこはちゃんとその人それぞれによってやっぱ違うけど、メリカリとかオークションの方がやっぱりそのちゃんとしたお値段で買い取ってくれるから、うん、売る側もやっぱりそういったいろんな人で値段の付け方は違うけど、でも基本的にこの値段で売りたいなと思ったらそれを買ってくれるじゃん。だからその方がいいですよ、うん、だから最近はリサイクルショップってあれひどいんじゃねえかと思う人増えてんじゃないかな。うん、10円で買い取って300円だね、400円だとかね、うん、100円だなんて売ってるわけじゃん。でそこにプラス税金だっつって、あれはひどいなと思うよ、うん、だからもっとそのね、うん、もっと価値を下げるような国じゃなくて、もっと価値を認めてあげられるような国にしていかないといけない。そういうふうにしつも、まあ、皆様がお買い求めやすいような値段にするというかね、うん、あんまり高くするんじゃなくて売るときに、うん、あまりにも高くするんじゃなくてお買い求めやすいような値段です。だから新品で買った値段よりもちょっと値段が上がっても、あの、まあ、それでもちょっと少し上乗せしたぐらいの金額ですよ、うん、の方で売った方が、これからの時代はそういった方なことをして売った方がいいと思うよ。もうリサイクルショップの時代というのはもう終わったと思う、私正直言って。もうとてもじゃないけど、オークションとかメリカリには勝てないよ。うん、やっぱりそういったものと比べたら。アマゾン、もう最近アマゾンも取り扱ってるからね。うん。だから、なんて言うんだろう。
リサイクルショップがある意味もうなくなっていいと思う。そんな10円で買い取るのがそんな大好きだな。いらないよ10円で買い取るなんてっていう、ひどいよって話だから。うん、まあそういうわけです。どうもありがとうございます。